山本優子の脱力会議。皆さんこんばんは、山本優子です。佐々木千明です、こんばんは。さて、この番組は柔道整復師で日本スポーツ協会アスレチックトレーナーでもある山本優子さんが研究を重ね確立した理論、脱力関節調律をフューチャーし、ラジオを聴きの皆様に健康になっていただくのはもちろんのこと、脱力、力を抜いてをキーワードに、健康以外のいろんなテーマについても我々2人のガールズトークで明日からの活力にしていただきたいというコンセプトのもとに始められた番組です。どうかラジオ聴きの皆さん、これからの30分はリラックス、まさに脱力して一緒にですね、楽しんでいただけたらと思います。皆さん改めまして、山本優子です。まだまだ不慣れな点が多く、お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、皆様に私の理論、脱力関節調律の素晴らしさなどを少しでもお伝えしていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、まずは山本優子さんがどんな方かということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。お願いします。山本優子さんは大学で健康や医療について勉強された後、柔道整復師、日本スポーツ協会アスレチックトレーナーとして研究と経験を重ねられ、従来のマッサージ手法とは全く異なる各部位に脱力を促し、各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに、脱力関節調律理論を確立されました。現在は一般の方はもちろん、ゴルファーの方々へ脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドを施術され、このメソッドはゴルフのスコアアップにつながると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。ありがとうございます。はい、そしてですね、この脱力会議で番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在は12月から公開されております佐藤製薬さんのエンペシド L、 そしてリゾンさんの CM 出演をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな2人でですね、今回も楽しく皆さんに少しでも健康になっていただきたいという思いとともに、日々の生活の中で脱力、力を抜くことのこの大切さみたいなものをですね、感じ取っていただければ嬉しいです。はい、それでは最初のコーナーは、山本優子のラジオで優子式ゴルフ上達脱力術のコーナー。はい、さあ、このコーナーはですね、ゴルフ関節調律により力を抜いて関節の動きを把握した上で、意識して動かすことで飛距離が出たり、ゴルフのスコアが上がったりと、現在ゴルファーの方の間で注目されつつある優子式スコアアップエクササイズをレッスンいただくコーナーです。はい、題してラジオで優子式ゴルフ上達脱力術。なおですね、もっと知りたい、詳しく見てみたいという方は、番組終了後約1週間程度の後、この番組の再編集映像配信版が YouTube にアップされますので、ぜひ合わせてご覧いただけたらと思います。そしてまたですね、実際に山本さんに施術をお願いしたいという方はですね、はい、英語の小文字で NATURACA ナチューラーが、はい、で山本優子、山本、そして優しい子と書いて山本優子と読みます。で、検索ね、していただけたら、はい、ぜひぜひお願いいたします。はい、いただきますと、この山本さんのスタジオ、英語の小文字でナチューラーカーと出てきますので、こちらの方からお問い合わせをお願いいたします。それでは大変お待たせいたしました、山本さん、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、前回のおさらいから、はい、はい、やっていきたいと思うんですけれども、はい、ゴルフの動きって背骨の回旋動作ですよねっていうお話を前回をさせていただきました。はい、でその中でも背骨って3つのパーツに分かれていて、はい、首、胸、腰とあったんですけれども、ゴルフの時によく動かす部分で大事になってくるのは、そう、胸、胸椎ですね。胸椎の部分がよく動くようにっていうエクササイズを前回お伝えさせていただきました。はい、なんとなく覚えてますか、こうでんでん太鼓に。覚えてますよ。ありがとうございます。はい、で今日はそこにつながる部分をやっていきたいなと思います。はい、楽しみです。はい、以前にもお話しさせていただいたことがあるところなんですけれども、千秋、はい、さん、体の一番中心の骨って覚えてますか？覚えてます。お、よかったです。ドキドキしました今。言いますよ、仙骨ですね。素晴らしい、ブラボーです。仙骨です。はい、体の一番中心の骨は仙骨といって、はい、位置で言いますと、だいたいお尻の割れ目のあたりに指が、うん、
中指が来るように置いていただいて、はい、手のひらをポンと置いた時にちょうど手のひらの位置に来る手のひらサイズくらいの骨、はい、骨盤の中に突き刺さるようにしてある骨が仙骨です、はい。まあ、この骨が体の中で一番ど真ん中中心でして、うん、全ての動きはこの仙骨から、はいはい、スタートしていきます。でゴルフをする時にも、はい、まあ、この仙骨から動かすことで最小限の力で最大のパフォーマンスを出すことができるんですね、うん。なんで、まあ、イメージとしては動きのハンドル部分にあたると思っていただけると、はい、何もかもがハンドルで始まりますからね、はい、うん。でも極論ゴルフもここの動きだけをマスターすればあとはうまいこといっちゃう。そうなんですか、はい、大事ですね。大事なんですよ。でじゃあその仙骨から、はい、そのクラブまで、うん、あの力をどのように伝えていけばいいかってことをお伝えさせていただきますと、はい、前回はその胸椎背骨から指先まで効率よく力を伝えるエクササイズをしたんですけれども、はい、今日はその仙骨から胸椎のところまで、はい、力を伝えていくエクササイズっていうのをしていきたいと思います、はい。じゃあまずあの、まあ、仙骨の位置持ち明さん分かりますよね、はい、バッチリでございますよ、はい。そこからその上に背骨は24個乗っかってるんですね、はい、それちょっとイメージしてください、はいはい。で一番上の位置っていうのが鼻の真後ろ耳の穴のすぐ奥、はい、なので、まあ、今座ってる位置から、はい、その鼻の真後ろまで24個の背骨がタタ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 と並んでるイメージを持ってください、はい、イメージですね、はい。でその仙骨から順番に、はい、じゃあ胸の前に手をバッテンしていただいて、はい、下から順番に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 、まあ、できたら24分割しながら回していくように、下から順番に右、そうですね、まず右へ行きましょうか、はい、ひねる感じですね。で最後首が回っていくように、最後に、はい、首が、はい、でまた今度戻る時も仙骨から 下から順に24個の背骨を戻していくかのように戻していきます。はい、意識するとちょっと分かりますね、はい、骨が一個一個分離されてるということがすごくなんとなく感じますね。いや千秋さん素晴らしいです。はい、もこんな風に意識をすることがとにかく大切なので、あの、まあ、いつもこんな風に使えてない方って意外と多いんですね、はい、ただ、まあ、あの体の効率のいい使い方というのはこういう使い方で、ちょっとこれもう一度繰り返してみましょうか、はい、仙骨から下から順番に、はい、24個をどん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 右にひねっていきます、はい、お茶木さん上手ですね。褒められました嬉しいな。で戻る時も下から順番に戻していってください。下から順番にで首は最後。じゃあこれで胸の前で手バッテンしたまあ右左とひねってみてください。今の、はい、あの順番の要領ですよね、はい、要領ですが、まあ、深く考えず右と左と、はい、右左今右ひねりやすくないですか。ひねりやすかったですめちゃくちゃ可動域差が出てましたよね。全然違いました、はい、あ本当ですね。左ちょっと突っかえる感じ、はい、やってないからですね今ね。そうなんですよ。へ、まあ、ほんと少しの意識で変わりますので、はいはい、はあ、これはね、うん、ぜひねやっていただきたいです、はい、なので、まあ、仙骨から今背骨を動かすっていうところをやりまして、前回やった背骨から腕先、はい、指先まで、うん、動かすっていうことは全部組み合わされると、はい、仙骨さえ動けばあと全部ついてくるんですね。あもうすべて連動してるんですね。そうですよ。いやすごくね今日も面白いなというか、あのゆうこさんがね、はい、やってみてくださいとねエクササイズを紹介してくださるんですが、はい、こうオチをね変わってませんって言われた時にすごい、あ確かにって思っちゃうんですよね、はい。いやー本当にあの仙骨っていかに大事かっていうことがよく分かりましたし、はい、まあね、本当に意識する、はい、ゆうこさんよくいつもおっしゃってますけど意識して動かすっていうのが本当に大事だなというふうに感じますね、はい。でぜひ、うん、あの本当ゴルフの前にちょこっと本当1回でも2回でも意識をして動かすだけで、はい、全然パフォーマンス変わるんで、はい、ゴルフ好きの皆様にはぜひ試していただきたいです、はい、ぜひ試してみてください。はい、いや皆さんいかがでしたか。ぜひですね皆さんもこう一度ね、うん、ご自身のお体の動きチェックしてみてください。きっと驚くと思います、はい。でゴルフに限らずですね別のスポーツはもちろんのこと日常生活の動きなどにも転用できるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。お試しください。
以上、ラジオで有効式ゴルフ上達脱力術のコーナーでした。改めまして、現在放送中の脱力会議、担当は山本優子と佐々木千秋です。さて、ここからはスペシャルゲストをお迎えいたしました。今回この番組にお越しいただきましたのは MJ スクール株式会社代表の関口彩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、まずは簡単に関口彩さんについてご紹介をさせていただきたいと思います。関口彩さんは1988年埼玉県のお生まれで、なんと小学校の2年生からお父さんの勧めでゴルフを始められ、高校もゴルフ推薦で進まれました。その後ですね、いろいろなお仕事を経て2016年に MJ スクール株式会社を設立。現在、ゴルフ女子が日本を元気にするをモットーに、いろいろな形でゴルフ女子を集めて MJ ガールズという形で活動もされていらっしゃいます。そしてこれからもっとゴルフ女子を増やしていくとともに、ゴルフ人口を増やしていこうと精力的に取り組まれていらっしゃいます。今回はそんなお忙しいところ、わざわざこの番組にゲストとしてお越しいただきました。関口さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、もうね、はい、なんかすごい憧れるなという印象なんですけれども、はい、そもそも山本さんと関口さんってどういった出会いだったんですか？なんか出会いの多分きっかけがあったんじゃないのかなと思うんですけれども、ゆうこさんのところに通われてる男性に紹介していただいたんですけど、はいはいはい、まあゴルフにいいから行ってみなよということで、はい、あ、そうなんですね、はいはい、お客様のご紹介で来ていただきました。あ、そういう方だったんですね、はい、実際印象としてはどうでしたか？初めて優子さんご覧になる。あ、すごいんですよ。すごいすごいすごいすごくて、まあ、私も腰痛持ちもあるんですけど、はい、すごいすっきりしたし、ちょっとまた後でお話しますけど、すごいもう受けた次の日に効果が出たんで。なるほど。じゃあもう最初はそういう出会いだったんですね、はいはい、なるほど。そしてですね、関口さんの会社 MJ スクールの MJ って何の略なんでしょうか？はい、MJ 松潤です。え松潤ですか？松潤です。嵐の松本潤さんですか？はい、本当嘘ですけどよかった。そうなんですね。ちなみにどういった略語なんですかね？M は、はい、メリーの頭文字を取っていて、はい、メリーは楽しいっていう、うん、M で、で J はジャスミンっていう花あるじゃないですか、はい、花言葉が初々しいっていう意味なんですけど、はい、それでこう楽しく初々しいっていうのをこう合わせてイニシャルで取ったっていう当て字っていうか、うん、はい、そうなんですね、はい、結構ね聞かれること多いんじゃないですか？多いですね。ね、なんかいいですね、はい、響き的にすごく初々しくて楽しくてっていうのがそうだったんですね、はい、ありがとうございます。あとスクールということで、まあ、やはりゴルフを勉強する会社なんですかね？はい、まあ、ゴルフをしたい女性、うんうんうん、これからしたいなっていう女性でも、はい、まあ、無料でレッスンをしてうちで仕事できますよっていう意味を込めて、はい、スクールってつけたんですけど、まあ、今現在いる女の子たちは、はい、みんな上手い子が結構多いので、はい、はい、スクールは実際今はほぼ活動してないというか。あ、そうなんですね。でもそんなこともできるよっていう。なるほど。どんどんね上手くなっていっちゃうんですね、うん、はい、面白い。まあ、社員さんって全員ガールズというか、まあ、女性が多いんですか？女性しかいないです。あ、そうなんですね、はい、まあ、ね、女性ね、うん、たくさんいらっしゃって、しかもみんな結構プロ級にできちゃったりする方なんかもねいらっしゃるんじゃないかな。プロまではいかないですけど、まあそうですね、うん、うちの女の子に勝てないから、うん、毎回もう一回もう一回っていうお客様もたくさんいます。そうなってきますよね、はい、皆さんもめちゃくちゃ上手いです。はい、あ、そうなんですか。はい、もう回数やってるんで。いやー、ゴルフってねなかなか私はまだしっかりやったことがないんですけど、うん、なんかちょっと憧れのスポーツみたいなところはやっぱりね、うん、ありますよね、うん、はい、大人な感じ。そうそうそう、そうなんですよ。
なんか素敵な絶対やった方がいいです。本当ですか、うん、女に生まれたならぜひゴルフを。え、女に生まれたならゴルフ、ゴルフ、ね、うちのスタッフみんなあの女に生まれたのにゴルフやらないって全人生損してるって、言います。そこまでですか、はい、本当世界変わると思います。本当ですか、いやだもう信じちゃおう、その言葉、はい、もやりましょう、やりましょう、はい、ちょっとこれを機にねあのちょっと挑戦してみたいと思いました。すいません脱線しちゃいまして、はい、で実際関口さんがゴルフを始められた時と今とではですね、はい、あのゴルフ界もだいぶ変わったんだと思うんですよ、はいはい、まあ、どういった点で、まあ、その違いを実感されること多いですか。一番はファッション、うん、あーなるほど、可愛、うん、いですもんね。可愛いですよね。私が多分二十歳ぐらいになるまでは、はい、おじさんのスポーツっていうイメージがすごい強かったので、あの小豆色のポロシャツとかを着せられてたんですよ私は。小豆色、はい、でネイビーのチノパンみたいな、はいはい、すっごい嫌だったんですけど、今はもうゴルフウェアの方が可愛いぐらい、本当に、はい、それが一番変わったかなと思います。ゴルフの時だと普段着れないようなちょっと派手な色とかも可愛く着こなせますもんね、うん、はい、うん、そうですよね。結構ねなかなかやっぱり女性ってこうファッション可愛くできるだけね、うん、したいっていう思いもあるんで、やっぱまあファッションから入る方も中にはねいらっしゃるなんてね、うんうん、話も聞いたりするので、はい、やっぱりまあ全然違うんですね始められた時からね。全然違いますね。なるほど、まあ、ズバリですねこの関口さんからご覧になられてゴルフの魅力って何ですか。私にとっては、はい、あのまあ、普段こう関わることのできないような方々と、はい、まず一日で仲良くなれるっていうのが一番あって、はい、あの本当に年齢問わず男女問わず一日一緒にいるので、はい、すごく仲良くなれるんですよ、うん、それがゴルフの一番の魅力かなと思ってます。へえ、はい、はい、私もお客さんゴルフやってる方すごく多いんですけれども、はい、やっぱ1日行くだけですごく距離が縮まりますもんね、うん、それはやっぱりこうずっと同じ道をみんなで回りながらお話をしながらっていうのがやっぱり一番大きいですか、それともそのなんかチームワーク的な。チームワークはまあなくてもいいというか個人戦なので、なるほど。でもやっぱりこう自然の中で、うん、ゴルフをしながら、うん、こう会議室では話さないことをやっぱり話すじゃないですか、うん、まあ、男女もありますし、うん、そうちょっとまあ恋愛の話をしたり、うん、そういろんな話がこう出てくるので、でやっぱゴルフってこう個人スポーツなので、はい、イライラしたりする方ももちろんいらっしゃいますし、うん、失敗してもいつも笑ってる方もいますし、うん、そういう普段見えない人間性っていうのがこう分かりやすいというか、はい、うん、あ、なんかそうなんですね、はい、ちょっと新たな面を見たような気がしました、うん、いや、ありがとうございます、はいはいはい、でですね、同じこの女性としてちょっとどうしてもね、うん、応援したくなっちゃうんですけれども、うん、女性経営者として一番のご苦労って何かございますか。やっぱりまず、はい、まあ、女だからねっていうのは、女だからこう、まあ、できなくてもしょうがないねとか、 あとやっぱ女の子なんだからいいよやらなくてとか、うん、っていうまず女っていうので、うん、まあ、壁が一つあって、はい、で、まあ、私30なんですけど、はい、まあ、経営者の中ではまだまだ若いので、うん、まあ、若いからねっていう壁があって、そう、あとはやっぱり子供がいるので、はい、シングルマザーっていう、はい、まあ、壁があって、うん、それは結構やっぱり三足のわらじじゃないですけど、はい、こうなんていうの、一個に集中できないっていう悔しい思いをすることは、うん、うん、まれにあるというか、まあ、今もありますけどね、はい、うん、でもね、そうやってすごく頑張ってるって周りから見るとやっぱり思うところだと思うんですよね、はい、うん、すごいなというふうに、大体まあ同世代くらいだと思うんですよ、はい、なのですごくやっぱ憧れますよね、女性の、ね、私たちから見てもそうですし、そういうところはあると思うので、はい、
これからも頑張ってほしいなって応援しております。はい、そしてですね、あの事業を個人ではなくて法人株式会社で始められた点にとてもすごいなと思うんですけど、なぜ法人とかあの会社にしようと思われたんですか？まあ、それもゴルフを通じて、はい、まあ、縁とタイミングだったんですけれども、はい、よく一緒にゴルフをするメンバーで、まあ、こういう会社起こしたら楽しそうだよねっていうのから、うん、まあ、こう教えていただいてご指導いただいて、はい、株式会社でもうその案が出てから1ヶ月ぐらいで、はい、そんなに立ち上げたんですけど、うん、そうだったんですね、はい、あ、なるほどね、まあ、前向きな意味合いでってことですね、うん、そうですね、うん、まあ、ちなみに今後なんですが MJ ガールズのどういった展開を考えていらっしゃいますか？MJ ガールズ一人一人に、はい、まあ、今20人から30人くらいいるんですけど、はい、まあ、一人一人にファンがつく、うん、で、まあ、MJ ガールズの A ちゃんがゴルフコンペをしますって言ったら、はい、そのファンの人たちが、うん、もう参加したいって言われるような、うん、あの、まあ、ゴルフ界のアイドルみたいのを、はい、こう私がサポートして、はい、まあ、あの引っ張ってって、はい、作っていけたらいいなって、うん、なるほど、思ってます。今回の AKB みたいな、そうですね、アイドルみたいな、MJ ガールズ覚えておこう、はい、あとですね、あのこの番組のコンセプト、リスナーの方にこう元気になっていただくということで、はい、ご自身がですね元気そして健康について普段心がけていらっしゃることって何かございますか？元気、まず何ですかね、美容とかはすごい好きなので、その肌とか、はい、こう自分が納得いく姿じゃないとまず元気になれないと思うので確かに美容とかはすごい気を使っていて、はい、あとやっぱゴルフをやるので、はい、まあ、ゆうこさんの施術とかもそうですけど、はい、日々メンテナンス、ストレッチの受けに行ったりとか、はい、体幹トレーニング行ったり、はい、キックボクシング行ったりとか、うん、そういうのは結構やってます。すごいすごいですね。まあ、あとゴルフやるだけでも、あ、はい、だいぶ体動かすので、そうか。まあでもね、すごいちゃんと経営者としてもきっと大変な部分もあるでしょうに、ちゃんと美容にも、ね、はい、力をちゃんと注いでるって、やっぱりこれはかっこいいことだと思いますよ、うん、はい。あとですね、この番組のタイトルにもなっている山本裕子さんの脱力関節調律、まあ、関口さん実際に体験されたと思うんですが、はい、実際どうでした、いかがでしたか？なんか施術自体はすごいシンプルというか、はい、あの激しい動きもしないし、はい、ゴキゴキグリグリやられるわけじゃないんですけど、はい、すごいすっきりして、で次の日ちょうどゴルフコンペがあったんですよ、はい、あの裕子さん主催のゴルフコンペがあって、はい、で私初めてというか、あのベストスコアを更新しまして、嬉しかったです、本当にすごい、はい、でずっともうこの1年くらい80っていうスコアが何回も出たんですけど、はい、と70台で回ったことがなかったんですけど、はい、施術の次の日に79で、はい、はい、回ることができて、はい、そう優勝とかいろ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 商品そうだね、そうなんですね、はい、はい、それはすごいですね、はい、ゆうこさんも嬉しかったですよね、めちゃくちゃ嬉しかったです、ね、体がすごい回ったんですよね。あ、そうだったんですか。自分でもびっくりするぐらい、はい、もう完全に体感されたってことですよね。そうですね、へえ、すごいな。ゴルフが得意な方からそんなこと言ってくれてすごく嬉しいです、ありがとうございます。いや、もう本当にね、いろんなお話今日聞かせていただいて、あのゴルフに関する対する今まで私が勝手に、はい、描いていたイメージがあるんですけど、はい、すごく今日覆ったものたくさんあったなというふうな、はい、感じがしました。ありがとうございます。ではですね、ここで今回のゲスト MJ スクール株式会社の代表関口彩さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、まあ、告知というほどでもないんですけど、はい、あの MJ ガールズ主催で、はい、あのコンペなど、はい、まあ、年間に何回もこう主催してやってますので、はい、ぜひ、こう気が向いたら女性でも男性でも気軽に
ご参加していただいて MJ ガールズのファンになっていただければなと思います。はい、ありがとうございます。これからも私たちも応援しております、はい、頑張ってください。今回のゲストは MJ スクール株式会社代表の関口彩さんでした。関口さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。どの番組に出させて、ね、いただいてでも、ね、うん、思うんですけど、ラジオは映像の現場とは違って、うん、本当にあっという間なんですよね。はい、もうね、ゆこさんもどうですか。はい、いや、あっという間ですよね、本当に。はい、まあ、でもそのあっという間の中にでも、はい、まあ、この番組を通して、まあ、脱力の大切さだったり、山本優子脱力関節調節というワードも覚えていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。最後までお聞きいただきまして、皆さんありがとうございました。皆様のお相手は山本優子と佐々木千秋でした。本当にありがとうございました。